のナイス川柳。9回がやっと終わってするまばたき。お題 ASAP。 まここちゃん。茅ヶ崎は大体でいい電波時計。お題受信。カエルヤギさん。人知れぬ努力を運で勝たされる。お題見当違い。カエルヤギさん。発車ベル鳴って食べきる駅のそば。お題 ASAP。 テラリュウさん。名水を沸かして作るカップ麺。お題水。テラリュウさん。来年もまた優勝とにわかファン。お題見当違い。まここちゃん。二日酔い草木のように水欲しい。お題水。白玉さん。これからはペッパーするよゴマじゃなく。お題ぶち上げ。黄色い潜水艦。いつだって頭の中は急いでる。お題知らんけど。不器用カッパさん。珍しく君のお誘い金貸して。お題知らんけど。不器用カッパさん。粉々にされたプライド料理され。お題ミキサー小スズメさん。玉手箱開けてびっくり請求書。お題見当違いニコタンさん。誕生日義母から届く料理本。お題炎上智子1967。悔しくて悲しくて切なくて食う。お題見当違いピカラさん。お色気のシーンにピタリと止むいびき。お題放送ノーさん。イケメンからイクメンに変え夫募集。お題 PDCA 喜怒哀楽さん。甲子園故障を聞きすぎ水を差す。お題炎上梅田川太郎さん。俺だって仕事と応援二刀流。お題ぶち上げ高原工業校さん。燃え上がる心消せない消防士。お題見当違い関州さん。二人とも目覚まし止めた記憶なし。お題知らんけど智子1967。軟水を飲んでる旦那体固い。お題水アキソルさん。ショートにし鏡を見たら若い父。お題ショートアキソルさん。